ジャッキー選手で帽子をかぶってるのはカズー選手ですね。もしかしたら呪文何回唱えましたよってカウントするのかな、わかんないですけど、まあでもムートビアの場合そんなにしなくてもいいかもしれないですけどね。そうですね、うん、そんなにそのループというか、まあワンショットですね、呪文を唱える、はい、5回唱えるのが重要なだけであって、ね、まあ、ループではないですね、実はね。そうですね。さあここでトップ8が決まります。あれは実は昔のあの時の服着てません？ジャッキー選手。え、あ、本当だ。あの昔の日本一の時の。懐かしい。はい、デュエルマスターカップですかね。デュエルマスターカップのユニフォームですね。日本一取った時？日本一取った時ですね。日本一取った時の。ほら、そうですよ。後ろが動きんだもん。懐かしい。日本一取った時の日本一決定戦の新出社に配られた。あったあった。なんていうのポロシャツ、ポロシャツですね、ユニフォームですね。それを今日着て臨んでおります、ジャッキー選手です。ありましたね。うわ、これ気合入ってますよ。これは俺が再び頂点に返り咲くんだという強い意志。これすごいぞ。ただそれに対するは横浜のソリティアの帝王。はい、さあカズー選手も相当強いですからね。いや、もう帝王感ありますからね。ねえ、ここの街のループは俺が仕切ると。すごいですね。言わんばかりのシャッフル。2人ともシュッとしてるな。スタイリッシュですね。スタイリッシュですね。スタイリッシュデュエルマスターズ、はい、え何かな、何かな、行きましょう、何かな、はい、はい、ひどいや。さあというところで、はい、まあ、お互いもお互いにデッキをシャッフルしているところです。はい、ジャッキー選手ジョーカーズであっても、さあ超ガチャレンズを一応用意してますね。用意してますね。まあ、これ多分水田ムートピアは基本的に使わないのかな、もし水田ムートピアが本当だったら。あ、まあそうですね、はい、まあ、ただ一応はもちろんブラフ、そうかそうか、これカズー選手の、はい、だと思います。あ、なるほどなるほど。赤のメインデッキ、赤がメインデッキカズー選手の、はい、で黒がガチャレンジトーンかなと思います。そうですね、まあブラフかなとは思うんですけれども、はい、まあ一応ね、あの長丁場ですので、もちろんその情報が分かってない場合もありますから、うん、そうですね、まあやっぱガチャレンジゾーンこれ用意しどくだと、うん、まああった方がいいですよね。まあね、うん、いやここ気になるぞ。さあ、まあ、ジョーカーズ対、うん、水田ムートピアということになります、はい、まあ、お互い当然このマッチアップは、うん、まあ、意識というか、うん、当然まあ熟知はしているが、そうですね、まあ、それを果たしてその上でどう立ち回るのか。そうですね、カズー、ね、まあ、選手としてはもうやることはただ一つですね、うん、しっかりと、まあ、一番の呪文、特に精錬コンチェルトですね、そこをしっかり、はい、手札に抱えて、はい、しっかり呪文を連発することができるかどうか、うん、対するジャッキー選手はそれよりも早くアイアンマンハッタンを絡めたアタックを決めるか決めないか、はい、ねえ。さあ、まあ、水田ムートピアはどちらかというと自分のプランを押し通すデッキタイプです。そうですね、はい、ジョーカーズはまあそれに対してまあ柔軟に動くデッキ、速度も変幻自在であり、さあジャッキーさんガチンコピッピーとエイプリル、おすごいですね、これ超次元での主張がすごいですね。ジャッキー選手は天文ですからね。そうですね、うん、これは多分お互いに超次元ゾーンを使うというよりはお守りを置いているかのような感覚、ね、さあどっちが勝つのか。さあこのガチンコピッピーが勝利をもたらすが、それとも天文の鍵が、そうですね、ジョーカーズともに勝利を森田くんの道をこじ開けるのか。これは怖い、どっちが勝つのかな。さあ間もなく、ベスト16、うん、8、はい、ベスト8をかけた試合が始まります。そうですね。さあでもここのね、勝利の海でかいですからね。でかいですよここ。さあでもしかしジャッキー選手は斜め派閥、斜め派閥ティブトは斜め派閥。カズー選手懐かしいな、シールドああいう風に置くんですよ。あ、ちょっと隙間開けるもんね。そうなんですよ。なるほどなるほど。俺バイク使ってた時な、あれやっそう戦ってる記憶あるな、ブレーキしたくねえなポーンって。なるほど、やっぱシールドの置き方とかも残せれますよね。覚えて懐かしい、はい、はい、まあ、やはりみんなプレイごとにルーティンがあると、ね。はい、今、ジャッジから、ルールの説明があるところですね、はい、運営の説明があるところです、はい、さあ、さあジャーキーが再び返り咲くのか、それともソリティアの帝王カズーがそれを阻むのか。絶対にこの2人どっちも絶対緊張してる。さあ先行のジャーキー選手、まず第一関門突破ですね。ジャーキー選手にとってこれは大きいですね。大きいですこれは、はい。さあやったれマン、しっかり来てくれよとジャッキーさんきっと思ってますね。そうですね、初定の、まあ、ただしかしジョーカーズは結構フル搭載に近い、まあそうっぽいですね、マイスですよね、まあ、パリでの関係もあって、はい、そうですね、まあ、なので2番のアクセスは比較的しやすい構築にはなっているぞと。さあジャッキー選手1番のバイナルドターン終了、ジョジョジョはない。そうですね、さあカズー選手
さあ、まずここで不必要なカードを、まあ、マナに置いていくというプランに入るんですけれども、時を戻す水時計とかはやったれマンを戻したりするのにも結構重宝されるのであんまり、はい、ラッキーナンバーをマナに置きました。必要なカードは、ね、最悪精錬コンチョルで拾えると、ね、回収できるんで、はい、いうことなので、まあ、この辺のマナチャージは比較的困らない。さあここ大事だ。ジャッキー選手どうだ、出せるかやったれマン。いるのかやったれマン。ちょっと緊張してる感じですね、珍しく。確かに少し緊張してますね、はい。さあ、マナ置いて。さあ、やったらマナ出ない。おっと、しかしまだ分からない。チャージジョラゴンですか、あれは。そうですね、チャージジョラゴンですね。なるほど。ジョラゴンは少なくとも手札には複数枚ありそうだと。はい。さあ、次元の嵐、スコーラをマナチャージしたカズー選手。さあ、どこからカズー選手が仕掛けていくか。電動構築だと一応、快適免除の可能性もあるんですけど、うん、今のところないっていう感じですね。はい、ターン終了。お互いがゆっくり今スタートしています。まあ、ということは5枚呪文を連発するにあたって、はい、まあ、手札補充、多分どっから挟まなきゃいけないなという。はい、そうですね。万国ブレインだったりっていうところだと思うんですけど、うん、ジャッキー選手は次のプラン、今度はポクチンチを出す、はい、ただで出したクリーチャーを下に送るというところで、まあ、出したいなっていうカード、はい、第2のカードですね。ポクチンチはグラビティゼロにも刺さるカードですね。はい、刺さります。さあここで出てくるのはポクチンチン、はい、さあここで山札、自分の山札をシャッフル、はい、ここでやっぱり効いてくるのが時を戻す水時計なんですよね。なるほど。ここでやっぱ3000以降戻せる1マナの呪文は強いですよね。うん、あといわば浄化ゼッキってジョラゴンの軽減があるので、はい、全てできるやったれマンみたいなものでもあるんですね、すね、ジョラゴンとっては。実質そうですね、持ってますね。なのでそういう意味でも、時を戻す水時計の素材でかい、ね、ただしかし1マナ呪文を、はい、まあ、無駄に打ってしまうと終了、はい、さあここ打たないんですね。カズー選手は、これ可能性としてあるのはちょっと1マナ呪文が引けずに今のところその要は出したいグラビティゼロ、後から出したいものを先に引いちゃってる可能性はあります、ね、コーラリアンとか、はい、スコーラーなんかをちょっと多めに引いてしまっている。そうですね、まあ、できればここ3マナでエナジーライトとか入っているのであれば、はい、まあ、あとストリーミングシェイパーとか打てればすごい良かったっていうところですね。一方ジャッキー選手ここから攻めるにあたっては、まあ、やはりやったれマンが欲しいところですかね。やったれマンもそうですし、欲を言えばやったれマンから2体目のポクチンチン出したい。なるほど。ポクチンチンをたくさん置いてそのグラビーゼロからの展開をケアしたいと。そうですね、ちょっとここはカズー選手もマナが伸びると要は呪文を打ってからコーラリアンで戻してから他のクリーチャーを出すという動きができてくるので、はいはいはい、まあ、一旦とりあえずポクチンチで、警戒しておいて、その次ジョラゴンでいきたいなと。3マナ、さあ画用紙埋めたね、はい、3マナで、さああるかパーリー内、素晴らしい、お決して強いという動きではないです。さあでもこれはただ戻さないと一応ジョラゴンが出てしまうという場面ですね。出ます。さあここでカズー選手は少しさあ水タンムートピア、ここから仕掛けるのがどうかですね。そうですね、ちょっと1マナ呪文があるかなちゃんとっていうところ怖いですね、うん、ディール置きました。1マナ動くのか、動くのか、ガードグリップ動いた、動いてきた、1枚引いて、しかしこれ引いたのはガードグリップですね。さあ1マナガードグリップ、ガードグリップ、水時計は手札にあるのか、ガードグリップ引いたぞ今。え、これは多分アストラゼンサ引きましたよ。アストラゼンサ入っている。1マナ、時を戻す水時計、来た。これがムートピアの、はい、打ったのでマノミが出てきて2ドロー。そしてまだマノミがいるのであればマノミが出てきてさらに2ドロー。これが水タンムートピア、はい。さあただまだ、もう1マナか、残り1マナですね。さあここでコンチェルト打たないと5枚には届かない。そうですね、さ あコンチェルトないですね。いやここ、シンクロスパイラルがまだありますね。なるほど、はい、2ドロー。水のクリーチャー2体タップするとただで打てる、はい、水の呪文ですね。そうですね、スコーラーで戻して大展開、スコーラーで戻してターンを終了。なるほど、そうかそうか。でもジョラゴンに走られなければ、はい、ここは別にまあ、いやでもここで怖いのはセブンスセブンですね。なるほど、手打ちセブンスセブンで、はい、まあ、まあ、8か5がめくれてしまうと、コーラーがあ、スコーラーじゃない、ごめんなさい、コーラリアンが下に行ってしまうとちょっと怖いかな、打点的に。しかしここさすがですね、手札の状況があんまり良くなくても、うん、まあ、見切って行きましたね、うん、はい、ここはまあ多分水田ムートペンにとっては完全なゴールではない状態ですね。そうですね、まあ、いわば60点ぐらい、まあ、そうですね。それかまあスコーラーがなかった可能性はあります、うん、精錬コンチェルトが引ければまあいいやっていうところで引けなくて、まあね、はい、スコーラーもなくて、まあ、ただここの見切りの速さはさすがあるのか、ソリティアの手を、ポクチンチン、さあシャッフルをして、しかしこの動きはセブンセブンがない。そうですね、ここ多分やったれマンもないんじゃないかな。やったれマンは引けていれば出すという局面、先に出すんじゃないかな。さあここで打点は十分揃っている、しかしダブルダブル、シングルシングルシングル、はい、だけどセブンセブンで一撃で返せる盤面でもあるということですね、まあ、少なくともディールを打って3を宣言してからないとアタックに行くのは若干厳しい。3を宣言すると今度はバイナラドアが、最初のアタック、最初のコーラリアのアタックでバイナラドアを引かなければいい。だからここでもう一回やっぱ呪文を打てればいいかなと。アストラセンサーで呪文探しに行きます、はい、3枚見て、呪文かオーラを加えるという診断のカードですね、はい、さあゴンパドゥを回収、
1マナで再び呪文を唱えていきます。さあさらに水時計を打っていく。特陣地を許さない。さあ今呪文を2枚打ちました。ここで3マナということはラッキーナンバー3。さあさあこれ決めにいく。消しましたね。ダブルメイク。バイナラドアがなければ、バイナラドアがなければ、ジャッキー選手祈っている、祈っている、ない。ダブルブレイクが、バイナラ2枚、バイナラ2枚、バイナラ2枚要求ですね。ここでバイナラ2枚あれば、まあもしくはあるいはハヤブサ丸、ハヤブサ丸はない、なさそうですね。いやでも3って言ってるんで出せないですね。召喚できないです。バイナラ1体、はい、あそうか、なるほど、召喚できないです。ハヤブサも止まってるのか、ですね。さあもう1枚あるか、バイナラが、バイナラがあるのか。さあこれは気合が入った、通るのか通らないのか。あったー、これはでかい、これはこれはでかい。さあここで、さあ返しでジョラゴンが走る構え。さあここでジャッキー選手動くぞ。おーマジ、絶対にこの返しはもうチャンス。さあバイナラ1枚マナに見えている状態からのバイナラ2枚、さすが日本チャンプ、2枚容器を通す、しっかり通していきましたね。さあ天文の鍵はジョラゴンにつながった。さあ6マナをタップ、ジョラゴンが出てきた。さあジョラゴンでバイナラとか一旦残したままジョラゴン出しましたね。そうですね。さあクロックが入ってるのか入ってないのかですけど、プレイヤーに攻撃。さあ1枚引いて、まあ、ガヨシを捨てた、2枚引いて、そうですね、ここはジョーカーズの強さですよね。1枚捨てます。さあ捨てるの、まあ、もうここはもうできる限り、はい、アイアンマンハッタン、ツードロー、マンハッタンの効果で3枚ブレイク。さあここで何かあるのか、あるのか、さああるか、ない、そしてマンハッタンの手札を切る効果、キング・ザ・スロットン。さあこれはもう必勝パターンですね。さあ3枚めくります。ここに、まあ、ジョラゴンがいれば次なるアタッカーを探しに、あー外した、当たらないということはこれでもやばい、水時計で帰る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 、ない。バイナラドアのダイレクトアタック。おお、これは熱いっすね。ジャッキー選手見事な逆転勝利でモルドネクスを手にしましたね。これはいや天文の鍵で、バイナラドアの、実はバイナラドアの鍵だった。いやドアの鍵を持っていた。ドア関係は俺に任せろ。なるほど。